おはようございます、カイチです。皆さんお帰りなさい。あれからオフラインで進めました。ここ行ってで、この辺をぐるっと回って、ここではライネル発見して、あと何したかな。そう、いろいろ細かいことこちょ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 して、でこの辺探索してたら、まあ、まだマップを開いてないこのエリアの祠をと馬宿があったんで、ここに到着してるっていうのが形ですね。さあこっからなんだよね。こう行こうかなと思ったけど、このままこのマップを埋めるっていう方向性で行こうかな。そうだ、多分これは今ご覧いただいている視聴者さんはこのゼルダやったことがあるっていう方が多いんじゃないかなと思うんですけど、先日あのスマブラの E3 のニュースが出て、ニュースっていうかまあ最新情報が出て、でリンクの紹介が出たんですよ。もうめちゃくちゃ気になってたんですけど、でしかも最後の、なんだっけ、必殺技みたいなやつあるじゃないですか。あれが出て、まあもちろんね、古代兵装の矢っていうことだったんですけど、あれ、これね、これ普通の矢。で、炎の矢。電気の矢とか、こう、若干、エフェクトも違えば、音も違うんですけど、これ、古代兵装の矢ってこんな特殊な音してるのに、スマブラこれ、採用されてないんですよ。古代兵装の矢って言いながら、この構えた時の音が違ったんですよね。これがかっこいいのに、どんな感じだったかな。なんか普通の矢だったかもしれないな。なんか、シュッて構えてボーンって撃つだけ。あれはね、ぜひ、ちょっと発売までに直していただきたいよね。何回も見ても、あれ?と思って。初めてひっくり返った。裏側弱点かと思ってたけど違うんだね。ああこれ Wii U 版の時来たな。ああやっと Wii U 版の時この古代兵装の矢なしで避けながら上行ったんだよね。いいですよ。よし、マップ獲得ですね。じゃあキリがいいので今日はこの辺にしようかなと思います。まあいよいよあの城がマップに入ってますね。うん、どうしような。まあもちろんここを攻めずにこの上行って、その、なんだっけ、剣か。剣探しをしたいんですけどね。ちょっとこの辺を探索しようかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。応援ありがとうございます。5位がボーンさん。4位、A さん。A さん以前も上位で読まさせていただいたような気がします。3位、チアリンリンさん。2位、月丸さん。1位、マロンフロントさん。ありがとうございます。こちらのショールームの方のフォローをお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。